両親を失った白拍子、李明は明暗英才の全貌で失去したについてお話しします。1202年4月2日、源頼朝が大倉御所で蹴鞠を行います。その後、比企能員の館へ向かいました。源は思うところがあって比企の館から足が遠のいていましたが、庭木の花が見頃なので、と以前から誘われていたため断りきれませんでした。何かあると思っていた源でしたが、やはり李明という名の白拍子と引き合わされました。歌も舞も堪能でしたが、何か訳がありそうで、引きが、私に直接聞けというので尋ねましたが、なかなか答えてくれませんでした。何度か聞いてやっと引きが、身の上話を始めました。父、ためなりが、残悔のため、動く、現在の共同不況都市、中京区、西の京、最延長かな、これ。読み方。に投獄され、その後、欧州に追放され、その後、母親も死去し、一人で生きていくために、7歳から身につけた芸であり、今、欧州へ向かう途上でした。李明は、比企の目に留まり、自分の凶悪に召し出されたのだと、源は考えました。欧州には、使者を使わせて、父親のことを調べるように命じ、李明は鎌倉に留まることとなりました。その後、夜もすがら、酒を飲み、明朝、鳥の鳴く頃には、源は、帰宅しました。はい。1202年4月9日、源頼家が123回、120回、120回、240回、250回の蹴鞠を行います。やりすぎやな、これ。その後、北条政子はやってきて、李明の芸を鑑賞しました。李明は、同月2日に欧州に使わせた使者が戻ってくるまで北条のところで待つことになり、連れて行かれました。1202年8月23日、李明の父親のことを調べるために欧州へ向かった使者が鎌倉に帰還します。李明の父親はすでに死去していたことを報告しました。それを聞いた李明は号泣しながら気を失い倒れ伏しました。1202年9月2日、源頼家が北条家のため、鶴岡八幡宮寺に参宮します。夜、李明は父の、後世を弔うため、明暗英才の全貌で出家しました。北条政子は李明を仰ぎ、深沢、現在の神奈川県鎌倉市の里に居所を与え、そこから自仏堂に参りを言いつけました。頼家は、北条はこれからは源頼朝を父へと思いなさいと言いたいのだろう。李明は大姫に似ていたのかもしれない、と考えました。李明は、フルゴーリー安田と通じていましたが、フルゴーリーはこの時、甲斐の国に、下校していました。1202年9月11日、夜、フルゴーリー安太郎が甲斐の国から鎌倉に帰還し、李明の出家を知り、取り出したいことがあるとして、亀ヶ谷に押しかけます。李明が明暗英才の弟子、祖達坊かな読み方。に頼んで、出家したことを知ったフルゴーリーは、重曹たちを殴りました。祖達坊は恐怖し、大倉御所の門前へ逃亡しました。北条政子は結城朝光を使わせ、フルゴーリーをなだめさせました。結城は、和田義盛経由で、源頼朝に事の次第を伝えました、ということですね。はい。1202年9月14日、フルゴーリー安太郎が源頼家から咎められます。以上です。